ミック・ロンソンは、イギリスのロックギタリスト、音楽プロデューサー。デビット・ボーイ、イアン・ハンター等との活動で有名。ローリングストーンの選ぶ、歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は、第64位。2011年の改訂版では、第41位。イングランド・ヨークシャー州の工業港町キングストン・アポンハルに生まれる。 教育熱心で音楽の教養を身につけることが大切と考えていた両親の影響でピアノ、アコーディオン、リコーダー、バイオリン等の様々な楽器を習う。幼少期の夢はチェリストであったがアメリカのギタリストデュアンエディを聴きギターに転向した。ミックにはデュアンがエレキギターで出す低音がチェロのように聞こえた。地元のマリナーズやキングビーズといったローカルバンドに 参加、やがて重大なカバでロンドンに移住し、様々なバンドを転々とする。日中は自動車工場で生活費を稼ぎ夜はバンド活動を行う生活をしていたが、レコード契約も得られず生活の行き詰まりを理由に65年に故郷の春に戻る。1967年頃、地元春で活動していたザラッツに加入。ロンソンの荒削りだが、鋭角的でな演奏が、 話題になり、バンド演奏も、ロンソンのギターをフィーチャーする形で、R&B 調からヘビーメタルなものへと変化し、地元で人気を博す。やがて1969年には、ラッツを辞め、春シエ公演歌の庭師になり、ミュージシャン時代に抱えた、機材購入等による多額の借金の返済をしながら、生活する日々を送る。当時、元ザラッツのドラマーであったジョン・ケンブリッジが、 音楽プロデューサーのトニー・ビスコンテを介して、デビッド・ボーイのバンドに参加することになり、そのジョン・ケンブリッジからの誘いで、ロンソンも参加することになる。ボーイの世界を売った男に参加。その後自分のバンドで活動しようとするが、ボーイに引き止められ、ハンキードリーからピンナップスに至るまで、ボーイのレコーディングやライブをサポート。この頃のボーイのバックバンドは、 スパイダーズ・フロム・マースと呼ばれた。また、1972年には、ルー・リードの作品、トランスフォーマーを、ボーイと共同プロデュース。ボーイと他元を分かった後、ミックは、スパイダーズ・フロム・マースのメンバーを従えて、初のソロアルバム、スローター・ o n エ t h アベニューを制作、発表。続いて、モッド・ザ・フープルに加入。サタデー・ギグスをシングルで発表し、 ヨーロッパツアーを行うが、ほどなくバンドの中心人物であるイアンハンターともども、モッド・ザ・フープルを脱退。ミックはイアンのソロアルバム、イアン・ハンターにギターとプロデュースで参加し、それと並行して自分のアルバム、プレイ・ドン・ト・ワリーを制作、発表。これはミック存命時にリリースされた最後のソロアルバムとなった。1975年秋には、 イアンハンターからボブ・ディランを紹介され、ディランの伝説のコンサートツアー、ローリング・サンダー・レビューのサポートメンバーに抜擢された。1979年から1981年までは、再びイアンハンターと共に活動。その後は、セッションプレイヤーや音楽プロデューサーとしての活動が中心となるが、1989年には、旧友イアンハンターと共に、 ハンターロンソンバンド名義で、ユイ・オーター発表。1991年頃、肝臓癌の告知を受けるが、ミックは音楽活動を諦めなかった。モリッシー、ユア・アーセナルのプロデュース、ワイルド・ハーツ、アース・ VS ワイルド・ハーツへのゲスト参加に加え、フレディ・マーキュリー追悼コンサートでは、旧友デビッド・ボーイと共演し、さらに、ボーイの、ブラック・タイ・ホワイト・ノイズにもゲスト参加する。 また、自身の新作も制作していたが、1993年4月29日に、高い。翌年、ミックが取りためていた音源は、異作、ヘブンハルとして発表された。同作には、デビット・ボーイや、イアン・ハンターといった旧友に加えて、ジョー・エリオット、クリッシー・ハインド、ジョン・メレン・キャンプ等が参加。ソロアルバムハンターロンソンバンドデビット・ボーイ・ザ・ラッツ。ありがとうございます。